皆さんこんばんは、山の音楽会あと2組でございます。あと最後のこの2組をここにいらっしゃる皆さんで盛り上げていきましょう。ということでございますけれども、 S 席がすっごい埋まってないですよこれ。 S 席が、皆さんもっと前へ前へ。山伏っていうのは前に来て盛り上がるから楽しいんですよ。さあそれでは行きたいと思います。八幡が生んだフォークデュオ山伏の登場です。お願いします。We'll be right back.
お昼から始まりまして今8時40分メンバー紹介します。頑張って。ギターとハーモニカとコーラスのを担当させていただいております、正木隆と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、そしてですね、メインのボーカルとギターを弾いております八幡神さんパン屋つさみちやすです。よろしくお願いします。そして花粉を叩いてもらってます、私のいとこになります下手貴博くんです。以上のメンバーでお送りしたいと思います、はい。当初の予定が9時ぐらいからかなと思ってたんですけども、今8時43分の見事の旅行ぶりまして、タイムスケジュールでは早いんですが、やっぱり皆さん夜も更けてますんで、そうですね、僕たちはもうシャンシャンやっていこうと思います。やりましょう。はい、はい、で続きましてですね、先ほどの曲はですね、山伏オリジナルの二人字というですね、撮ってそういうの嫌なんで、はい、先ほどの曲は二人字という山伏のオリジナル曲でした。そして続きまして、ワンライフというですね曲を、またこれはですね聖湖をイメージした曲です。そしてですね、よくよく考えたらですね、これ実はですね、私、子供が初めて生まれた時に、その子供が生まれた時の感じと聖湖を一緒に合わせて作ったらどうかなって実は作ったんです。知らなかった。知らなかったでしょ、初めて今日言ったの。知らなかったあ、ありがとうございますということで、ワンライフよろしくお願いします。私の心は優しさに包まれる、さやか水の流れ水海に夢を映す人は多いけれど、きっとそれは心の鏡なのだろう。日差しは強さを増してきて、私の胸に心を包む香り、花花が咲き揃う。水辺に微笑みを向ける人、確かにそこは心映し出すから。Oh, no.
暖かな深みを感じられる。笑いその鼓動に秘められた流れる熱さとたくましさを未だに B が押せないんですよね。あのちなみに、時間大丈夫ですかね。はい、昨日実は八幡の泥落としで山伏ライブがあって、その後に、お酒飲んで家帰ってですね、納豆があったんで納豆ご飯食べようかなと思って、納豆ご飯食べるならやっぱネギがあった方がいいなと思って畑に行ってネギ抜いてですね、でネギをこうやってシャシャシャって切ってたら指を切ってしまってですね、今日ギター弾けるかなっていうのを今日の朝グランドゴルフね一緒にいたんで話したら、ところがどっこいですよ、はい、僕も昨日神楽の道具を作ってまして指を切ったんです。イチャイチャしてますでしょ。で2人揃って左手の人差し指切るっていう、もうだから B が押せなくてもしょうがないんだよ。だから B が押せないんです。そういうことにさせてください。ここで業務連絡、ここでちょっとカホンの高弘君から何かあるそうです。こんちゃーす。あ、こんばんはす。僕普段飾りなんですよ、この山伏の飾りです。パーカッションで最近ちょっとやらせてもらってるんですけど、ちょっと今日ですね、僕そこら辺で飲みながら今日音楽会浸ったんですけど、そしたらね今日市内の友達が来てまして、